とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日も地球防衛軍をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、この武器入手しました。使っていきます。ミサイルのレベル4エメロード2だね。ダメージはそんなにないんだけども、まあ弾数8発を連射できるのかな。まあ爆破半径も 18m となかなか広いので、雑魚戦では使っていける感じか。まあまあ、とりあえず4人ともこの装備しましたので行ってみましょう。では行こうか。どんな感じで行ける？まあ行け。あ、なるほど、射程はそんな長くないな。ああそうね、ロックオン時間はまあ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 こんな感じだけども、射程が短めだから俺としてはちょっと使いにくいかな。あー、着弾の後の爆発はなかなか広いからそこは使いやすいね。あー、ちょっと、そうね、これはリロードが長めだしちょっと難しい。でも何人かがこれを持ってる感じでいけばいいかな。全員これだとちょっと動きにくいけど、何人かっていうことであればいいんじゃないかな。うん、まあ俺みたいなエイムベタにはもってこいだと思う。やっぱこのね、誘導してくれるっていうのが一番ありがたいよね。めちゃくちゃありがたい、エイムの下手なね、俺たちみたいなやつがね。アサルトとかでね、本当は上手なところを見せたいんだけど、とてもじゃないけど見せれないぐらいだもんね。下手くそなのよ。うん、あ、でもこれそうね、空飛ぶやつらに装備すると結構使いやすいかな。悪くない悪くない。まあさすがレベル4武器っていう感じ。射程がもう少し長ければもっと良かったけども、でもまあ全然いいか、悪くはない。うん、さすがのこの武器での最強だからいいよ。よし楽、めちゃくちゃ楽。やっぱね、レベル4の武器になってくると敵倒すのが楽なのよね。うん、レベル2とかの武器の時って結構苦労して倒してたりしたけど、まあ慣れたっていうのもあるのかな。戦闘に慣れてきたっていうのもあるのか。でもやっぱ武器のね、性能っていうのはあるよ。武器の性能がほんと断然上がってきてるから戦いも超楽になった。多分ある程度囲まれてもこれ倒していけるんじゃない。前はほんと囲まれたらもう積んだっていう感じだったけどね、今は大丈夫。よし、うん、射程外、射程200もなさそうだなこれ。来た、次何 8？ あ、でも、おお、こっちからはあり、後ろからは8。なかなかめんどくさいところではあるけど、引き打ちで全然対応できるね。ただちょっとリロードが長いな。打ってからチェンジして行った方が良さそうね。ああ、それが、ああめちゃ多い
多すぎる。これは多いぞ。よし、こいつは多い。よし、ちょっと待って、爆弾も置きつつやっていこう。あー、オッケーオッケー、爆弾で倒せる。よっしゃー、あー、俺までやられちゃった。ちょい、よし、ちょっとちょっとちょっと、つらい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 、多すぎる。よし、さすが難易度インフェルノ、ヤバめ、ヤバめです。よし、どんどん倒していこう。いけー、いけるかこれ。まあまあいけるっしょ。だいぶ戦い方もね、前に比べると慣れてきてるから。うわー、まずは8やらないと。ちょっと上からの攻撃には俺弱いんで、まずは8をやる。いけ、結構 HP 高いね。いけ、よし、何体かは倒せるでしょう。いけ、ちょっと下で回復取るか。回復取ろう。よし、やばい、死にそう。こいつだけちょっと HP が低いのよ。さっき使い出したから。キャラクター育成って重要ね。ただそんな簡単にね、HP は上がってくれないから辛いところ。よっしゃー、でもまあここ27話ぐらいか、こんぐらいだったら全然いけるね。ちょっと途中死にそうになったけど、途中死にそうになっちゃったけど、まだいけるレベルだわ。55ぐらいからがちょっと鬼畜だけどね。あの辺になると、なんだ、倒す順番とか間違えちゃうともう詰むもんね。順番大事。よし、もうそろそろ終わりかい。いや楽だわ、楽ほんと。シェイ撃つか、撃とうか。よし、必殺技もねすぐ溜まると思うんで撃っていこう。なんかね、良さそうなアクセサリー、アクセサリー言えてないな、アクセサリーもちょっといっぱい入手していきたい。なんかすごいのとかありそうじゃない、とんでもないやつ。そういうのをねちょっと探したいな。いけ、よし、倒したね。あと向こうに1匹いるだけで終わりです。まあ倒す前にちょっと救助してあげよう。まだねレベル4の武器がいくつぐらいだろう、まだ10個ぐらいしか持ってないのよね。まあこれからこれからもう全種類集めちゃおう。うん、でもやっぱ自分のね得意武器っていうのがあるから、その得意ジャンルの武器をまずは集めたいね。アサルトとかは本当苦手だからね。歩兵ダメなんだよね。やっぱ飛んでないとどうしても被弾しちゃうから、下手なんだろうね。やっぱりまだまだ全然下手なんだ。よし、あいつ倒して終わりだ。いけー、やっぱインフェルノになると雑魚敵の HP も5、6000ぐらいになるのか。はい、まあとりあえず倒しました。うん、こういう感じの武器です。はい、ということで今日は新しく入手しましたレベル4武器ミサイルのエメロード2使ってみました。
全員この武器だとちょっと辛いけど、まああるとなかなか雑魚戦で役に立ちます。わらわら出てきた時に結構範囲が広いので雑魚敵をバシバシ倒せて気持ちよかったです。うん、まあ他にもね、レベル4武器出てるので紹介していきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。